こんにちは、アサヒです。今回もキティン&ミミーナでマシンヘラをやっていくんですけれども、ちょっとね、あのパーティーを大幅に変更したので、それを紹介しようとしたらその部分だけ動画が飛んでいたので、後付けになりますが紹介したいと思います。まずリーダーはこちら、変更は特にありません。次、イズイズですけど、アシストの方はアワブレス、前回同様マシンキラーの火力枠として、でさらに、玉三つ武器をアシストすることで、覚醒もスキルもともに耐久力を大幅に上げていきたいと思って今回採用しました。次に電王、こいつバランスタイプだったんですね。あの7コンボ3つの火力要因かつ超覚醒にチーム回復力アップで、さらに SAO の有機の武器をアシストしてチーム回復力を思いっきり上げてみました。これで耐久できたらいいなと思います。で次、バステと、光バステとですね、チーム HP と回復力を持っているので耐久力を上げつつ、あと回復欠損なので緊急回避的な意味合いでクリオユリを今回アシストしました。ボスの耐久に力がかかってくるかなと思います。で次、ハロウィンコット、火力要因かつ水吸収のところをタイミングを見つつ、こいつの陣で突破できたらいい かなと思って今回採用しました。で最後、フレンドのキティン&ミミーナですね、水着アルテミスをアシストしたんですけど、ぶっちゃけ属性吸収意識しすぎない方がいいかなとも思うので、まあ、ここはちょっと再検討も考えた方がいいかなと思いますけど、まあ、とりあえず今回はこれでやってみたいと思います。さあ、結構なんだろう、プライドを捨てたパーティーになってしまいましたけども、まあ、サブにイズイズを入れるっていうところをね、あのなんとか保ってっていうか、結局イズイズはイズイズでかなりの火力要因になるので、別にこだわりとかそういうこと関係なく普通に入れてて大丈夫っていう感じですね。あと回復力がね、かなり強いです。なので道中の安定感はね、結構上がったと思います。でこいつに関しても、あの電王のねガードブレイクがあるんで、まあ、今回ちょっと発動しませんけどなるほど、これは多分イズイズが抜きましたね。 OK、 電王も貫通してたなあ、こいつもね、もう苦手属性ではなくなったんで、っていうかね、指が短い、あの 6.5 秒しかないんですよ、このパーティー。だから結構ね、その PS がこう重視されるというか、電王強えな、電王しか殴ってねえんじゃないか今の。さあ、前回ね、これ非常に煮え湯を飲まされたこの相手ですけども、コットンにですね、ドラゴンキラー振っているので、これもしかしたら、あ、吸われるか。まあでも前が吸われる分にはそんなに影響ないので、で水を2コンボしてもこのぐらいだったら多分大丈夫じゃないかな。ああ、いい感じ、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、いいですよ。水落としたいけど、落としたいけど、あ、闇入った。これどうかな、闇で抜くかな。あ、いった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 、オッケー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 、いいですね。まあそこでね、結構なんていうかストレスを感じてしまうと、この先の進行にも若干影響してくるので、ここもね結構大丈夫です本当に電王のおかげで苦手属性がねかなりなくなったっていうのが、非常に戦いやすくなったかなと思います。で今電王30万ぐらい出てましたけど、これでもこのパーティーだとかなりの高火力なんで、非常に貴重ですね。さあ、ここはね、ただどんなパーティーできたとしても危ないんですよ。っていうのもやっぱミリ残しでリミットバーストを打たれてワンパンされるっていう危険が常に付きまとうので、あ、今ので半分ぐらいか。これどうしようかな。
よいしょ。左を抜くかな、左を抜き続けることで一応ダメージを極力抑えつつ、右側のやつの水吸収が切れるのを待つっていう形ですね。あ、続いてる、 OK。本当に秒数が短いとね、僕そんなにパズル、そのなんていうのかな、凝ったパズルしないので、しないっていうか、まあできないので、一回自分のしたいパズルができないと焦ってしまうので、もう本当なんか PS 勝負って感じですね。ここは思いっきり噛んだ、 PS 勝負って感じですね。あ、水を分割したかった。これは絶対に吸われてしまうので、左は倒すかな。あ全体攻撃になってなければ突破してたかな。火を入れたい、よし。さあでもここはこれで突破したでしょう。 OK、あれここまで来たの初？あ、違うな、あ、第1回の時来てるか。ここはできたらハダルが良かったんだけども、まあ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 、あ、すいません、あ、分かった分かった分かった、このね、ちゃんとお休みモードをオンにしとかないと見えちゃいけないものが見えるっていう、配信初心者あるあるってことでちょっと許してください。36,000、いい感じ。こう次で突破できるかな。バインドは効いてねえな。まあ、でも電王がさすがに突破してくれると思いたい。これだけ火があれば多分大丈夫だと思うけど、俺のパズルがガバガバ、水が入ってない、入った、 OK。 さあバトル8、この8回と9回がね鬼門ですね。回復は入れられない。落ちてきた。いやらしいな。で、回復残ったのはありがたいからこのまま行くか。血をつなげて。木を分割したかったけどちょっと仕方ないですね。7個もなったのはありがたい。これ左が半分いかない。はいはいはい、ここダメージ受けなかったのは不幸中の幸いですね。よいしょ、あーずれた。回復持ち込む入れたかったけどどうなる。はい、回復残って、残らない。コットンありだな、コットンありだな、使うか。アシスト溜まっても特にいいことないから使いましょうか。これでまあうまいこと組めれば突破できると思います。危ねえ、突破するでしょうこれは。 OK、
さあこの辺からもう完全に未知の世界なんだけど、とりあえずパズルするんだけど指が短いからあんまりパズルができない。どうだ、いやこれは無理じゃないかなこれは、あすいません、また通知が来てしまいました。47,000、火を作ってくれてないな、これは。いやきついな、これ無理か。ちょっとこいつ対策しないとダメだな。甘かったな。7コンボ組んだけどどれぐらい減る？いや厳しいなこれは。いやそれは無理だわこれは無理。あ、一応スキル解放してもあんまり意味ないよな。いやきついわ。俺が超絶上手くて盤面最大2で組んだとしても怪しいですね。まあここはさすがにちょっと対策が甘かったということで、一応まあ使っときますけども、これ以上は無理だな。あでも今も結構減ったな。ちょっともうちょっとパーティー練ってきます。次は勝ちます。はい、じゃあ、質問箱ペイングやっていきたいと思います。過去キャラに対する中途半端な強化、ガチャによるインフレ、一番まずい状態じゃないでしょうか。以前に行ったような大幅なバランス調整が必要な時期だと思っています。回答の方が、調整が必要かどうかは、結局自分の都合であって、調整するなとは言いませんが、僕は別に今のままでもいいです。運営のさじ加減を妄想するのに無駄な時間を使うぐらいなら、今与えられているもので楽しく遊ぶ方法を考える方がよっぽど建設的です。過去のキャラを強くし、過去のキャラを強くしてほしい、自分の好きなキャラを強くほし、強くし、自分の好きなキャラを強くしてほしい気持ちはね、わかります。ただぶっちゃけこのゲーム、インフレってよく言われますけど、最近はね、あんまり個人的には気にならないんですよ。まあ、なんでかっていうと、そのプレイヤー側のモンスターは確かに強くなってるけど、まあ、強くなってるって言い方もあれかな、選択肢が増えてるけど、その敵側のモンスターはそこまで強くなってないんですよ。その、まあ、ユウスケとかが出たあたりから今の今まで、そのこっち側の選択肢っていうのは確かに増えてきたけど、じゃあユウスケはもう全然戦えないのかって言われると全くそんなことないと思うんですよ。その過去のキャラが弱いっていうより、単に今の環境に合ってないというだけで、その今後ね、出てくるダンジョン次第では、その今までのキャラが活躍できるシーンっていくらでも出てくると思うし、現にもう今そうなってますよね。その最近だったら、その HP100 万固定のダンジョンでそのナビが大活躍したりとか、そういうなんかその単純なステータスのアップだけがバランス調整じゃないと僕は思ってます。僕気づいたんですけど、朝日さんっていずいず好きで、早見かなで好きで、前に高木さんとアビゲイルの話してたから、もしかして真ん中分けの女の子が好きなんじゃないですか。回答の方が、完全に盲点でした。超高確率でそうかもしれないです。教えていただいてありがとうございます。また何だろう、なんていうか、自分の趣味の話だから別にここで取り上げる必要ないかもしれませんけど、そのセンターパートっていうんですか、センターパートが好きというよりは、その僕が好きなキャラを振り返ってみたら、実はセンターパートが多かったっていうだけの話です。なのでセンターパートでいい感じのキャラクターを、もしご存知でしたら教えてください。お願いします。純粋な性能の話をしているときに、キャラ愛だの強キャラ中だの関係ないこと言ってくるパズドラだと、
関係ないこと言ってくる、パズドラだとキャラ愛ぜ、対戦ゲーだと弱キャラ中みたいな人がすごい苦手です。A と比較したら B は弱いなって話をしてるのに、 B は十分強いとか B でもこんなことができるとか的外れなことを言ってきますし、比較したら劣ってることは事実なんだから弱いけど俺は使ってるとか弱いけどやれるとかでいいと思うんですよ。回答の方が、多分その人は自分の考えを押し付けたくて今何が議題なのかが見えてないんですね。自分の楽しみ方が正しいという気持ちが揺らぐのを恐れてるんだと思います。あなたはキャラ愛に溢れていますね。でも今は性能の話ですよとやんわりあしらいましょう。まあそのよくわかんないマウントの取り合いがあるよってことですよね。自分の考えが間違ってるって思いたくない気持ちがものすごく強い人が、なんだろう、よくそういうことを言ってる気がします。個人的にはその弱キャラを使うのはまあ別にいいと思うんですけど、負けたのを弱キャラだからっていう理由にするやつ、これ一番ダサいと思うので、この動画を見てる方はそういうことを言わないようにしましょう。僕もね、キティン&ミミーのチャレンジ今やってますけども、頑張りたいと思います。はい、本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。